アイプチは、イミューより発売されているまぶたを一重から人工的に二重にするためのものである。俗に二重まぶたを形成するための商品全般を、アイプチと呼ぶが、イミューのグループ会社である、エルソルプロダクツが商標権を持っているため、他のブランドの商品は、二重糊などと呼ばれる。糊状の液体を、まぶたの皮膚に塗り、二重のひだができるように貼り合わせて二重まぶたを形成する。 他には、リキッドを二重の幅に塗り、その部分に膜を形成することで、二重のひだを折り込ませるという、非接着式のアイプチや、類似品にアイテープがある。使用をやめると元の一重に戻るのが通例であるが、使用を続けると二重になる人もいる。日本では若い人への女性がかなり使用しているが、最近では男性の使用もかなり広まっている。ただし、 アイプチをした上からでは、皮膜にパウダーなどが乗りにくい、ためメイクをしにくいというデメリットもある。長時間、あるいは繰り返し使用すると肌の荒れや炎症を起こす、こともある。まぶたに負担がかかり、皮が伸びたり、跡が残ったりすることがあるので、注意が必要である。健康ビジネスエキスポ健康、美容ニュース。ありがとうございます。